国が本気の開発をしていることが分かってきた。日本やイギリスなど各国で第6世代ステルス戦闘機開発が行われている中、米国だけしていないことはない。今予定よりも米国が10人を大学士で開発しています。テスト飛行を言ったとのことだ。もう少し詳しく見ていきますね。どんなステルス戦闘機になるのか、小型化かもしくは360°C自在に動くなんてね。2021年1月現在でも戦闘機分野においてはいわゆる第5世代が最新のカテゴリーとなっており、アメリカの F-22 ラプターや F-35 ライトニングにロシアの SU-57、中国の J-20 がそれに該当する。第5世代戦闘機の特徴として見上げられるのは、従来機と比較して通常のレーダーで把握しづらい機体のステルス性、超音速での巡航が可能な機関部の搭載が主要な要素と言われてきた。日本を含めアメリカの同盟国の多くはこれを実現している。 F-35 ライトニングに戦闘機を導入することで敵に対する圧倒的な優位性の確保を行おうと従来機との入れ替えを進めている。同時にイギリスを中心としたテンペスト計画やドイツとフランスの共同新型戦闘機の開発、そして日本の次世代戦闘機開発などは第6世代戦闘機の開発プロジェクトと位置づけられている。ここで言う第6世代戦闘機の要件とは、第5世代戦闘機にプラスして機体形状そのもののステルス性、友軍とのデータリンク、無人機の完成、レーザー兵器等の実装などが打ち出されている。ロシアや中国も SU-57 や J-20 に続く新型機を開発しているのは間違いないだろうが、これまで世界の戦闘機開発をリードしてきた。アメリカではさほどこれに対する進捗が伝えられてこなかった。というもの、アメリカでは前述のいわゆる第6世代戦闘機の要件をそれほど重要視しておらず、現行の F-35 ライトニングに戦闘機をブロック4にアップグレードすることで対応可能と睨んでいるように見える。 F-35 ライトニングに戦闘機のブロック4へのアップグレードはもともとは2020年からの開始が想定されていたものの、世界的な新型コロナウイルスの拡大などから若干遅れ気味ではある。このアメリカのスタンスは、すでに開発に着手しているイギリスのテンペスト計画、ドイツとフランスの共同新型戦闘機、日本の次世代戦闘機を第6世代とは見ていないとも解釈できる。ではアメリカが目指す F-35 ライトニングに戦闘機以降の戦闘機とはいかなるものかといえば、その計画自体は NGAD ネクストジェネレーションエアドミナンスと称されている。このアメリカの NGAD とは、直訳すれば次世代性空戦闘機を意味しており、現行のアメリカ空軍の F-15 イーグル C、DIF-22 ラプターを代替する機体として、開発段階にあると見られてきた。このため、NGAD で生み出される次世代性空戦闘機は、これまでの予想では、2030年前後の初飛行が有力視されていたのだが、
2020年9月に、アメリカ空軍の調達関連の責任者ローパー氏の一言で風向きが一変した。ローパー氏曰く、アメリカ空軍の次世代性空戦闘機は、もうすでに初飛行を終えており、大型の予想であった時期を、なんと10年以上も前倒しして計画が進行していると明かしたためだ。ただし、この発言時には、それを裏付ける映像や写真などは全く開示されず、その機体が確認できなかったこともあり、軍事関係者の間でもそれを事実と捉えていいのかとの戸惑いもあったようだ。以後、今に至るまで、結果として証拠となる映像等は、公開されぬままの状態が継続しているが、徐々に、これを事実と受け止める、軍事関係者が増えており、新たな取り組みの成果とみなされつつある。これは、従来の戦闘機開発を抜本的に覆す事例であり、高度なデジタル技術を駆使することによって、設計から、実証機の飛行に至るまでの工程をバーチャル上でシミュレーションした賜物だと考えられている。そのため、物理的な現実での実証機の試行錯誤に要する工程が大幅に短縮され、実際の飛行がほぼ問題なく取り行われたのではないかとの推察がなされるようになったと言えるだろう。ローパー氏が提言したとみなされている、こうしたデジタル技術を最大化した製造手法は、アメリカ空軍がそれを採用して、実機による初飛行までを、わずか1年ほどで成し遂げた計算となる。さらに、ローパー氏の提言内容には、続きがあり、今回の例のように圧倒的に戦闘機開発に要する時間を削減することで、今後は短いサイクルで新型機を次々と更新できると唱えているのだ。これは、かつて1950年代にアメリカ空軍が6種類もの戦闘機を次々と実用化したセンチュリーシリーズにちなみ、デジタルセンチュリーシリーズとローパー氏は名付けている。デジタルセンチュリーシリーズのコンセプトとは、1戦闘機の寿命をあらかじめ最大で16年に設定し、その半分の8年ごとに新型戦闘機を投入し、ところてん方式に押し出して更新するという、初動の開発費に莫大な投資が必要となった現在は、少なくとも30年以上の収益期間を見込んで戦闘機を使用しているが、時間の経過とともに整備面の追加コストも上昇するのが常態化している。しかし、デジタルセンチュリーシリーズの8年ごとの新型機投入、16年での完全入れ替えのサイクルを実現すれば、維持コストの削減で、結果の総コストは抑えられるという主張となっている。